久保さん、こんばんは。気になる男第134話ですね。第134話始めていこうと思います。よろしくお願いします。第134話ということで、自分が今この瞬間壁を越えましたね。壁を132話、熟成さんとずっとやってた132話からの更新ということで、ようやくその壁を越えることができましたので、一つ自分も壁を突破したなと。それも今日は特に、昨日の夜、熟成のライブが、熟成さん向けね、毎週土曜ライブをやってるんですけど、1時間ほどの、それをやって、かつね、この気になる男シリーズをこなすというね、いうところでできなければできないっていう言い訳をやろうと思えばいくらでもできるような状況なんですけど、それでもこうやっていく、体に習慣としてなじましていくっていうところが今できているっていうところが、嬉しいなとは思ってるんですけども、前回沼落ちの話ですね。沼落ちの話、沼に落ちてしまったみたくハマって抜け出せないと、うわーって感じですね。でこれは表現としてあんまりそのプラスじゃないような気がしてて、マイナスみたいな表現だと思うんですよ。どっちかというと、よく自分が昔ダメになっちゃったのが、これゲームにハマってどうしようもなくなると。もちろんゲームが好きっていうのもあったんですけど、それ以上に抜け出せないって感覚ですね。これ何が起きてたかっていうと、孤独感ですね。孤独感、寂しいっていうね。あとは現実と向き合う拒否、逃避行動っていう、耐えれないっていうやつですね。もうゲームをしてないと落ち着かないっていう、今はだいぶそれがなくなってきたんですけど、ともかくその破滅的な行動に進んでしまうパターンですね。破滅的な、もう分かっちゃいるけどこうやめられないみたいな、止まらないっていう、会社に行かなければいけない、明日も行かなければいけないっていうことが辛くて、もう土曜日曜せっかくの休みなんだけど、もう月曜から始まることが嫌すぎて、もう土日はねリラックスする以上に何かにこう、なんていうんですかね、こうハマっていないと、そう、沼落ちみたいな、ハマってしまわないと心が落ち着けないみたいな、いうことがあって、もう止められなかったですね。これは多分1日15時間とか言ったんですけど、トイレ行く、ご飯行く以外はずっとパソコンの前に、パソコン、ゲーム、テレビかですか、ともかくずっとコントローラーを握っているっていう、やってる本人も辛いんですけど、そうでないと自分が耐えれないというか、本当に破滅的なパターンですよね。今思っても辛かったんですけど、楽しいのは、ゲームは楽しいのは初めの30分とかですね。それ以降はもうなんかよくわかんない状態になるんですけど、でもこの沼落ちって、こっちのパターンもあると思うんですよ。より自分の趣味的要素に没頭していく。没頭っていう表現いいですよね。没頭。これゲームだとちょっと違うと思うんですよね。ゲームも没頭なんですけど、なんかこれ没頭って聞くとすごいいい表現だなと思うんですけど、これどっちかっていうと自分らしさの生き方の追求のちょっと上位、変化じゃない、回顧感っていうか、こうなんだけど、ちょっとね、ここまでなんかすごい理想的な
生き方じゃないんですけど、なんかでもこう趣味的要素に没頭するっていいかなと思っていて、例えばこの気になる男だとね、お金を YouTube でお金を稼ぐことに対してなんかこう伝えていくみたいな、特に自分のチャンネルだけではやっぱり影響力が弱いんで、まあ、久保さんを通してね、まあ、伝えさせていただくとか、まあ、久保さんの言葉キーワードを聞いてそれに対して自分がこう乗っかっていくというか、お返事していくっていうパターンで今これ続いてると思うんですけど、自分の人生、あ、ブーンすいません、間違っちゃってるな、自分、はい、間違いです、自分の人生を表現する、自分の人生を表現することに、YouTube を使っていくっていうのが、これ使えると思うんですよね。だからこの YouTube の独自の沼にはまるっていう表現を大久保さんしていただいてたんですけど、まあ、ここですね、まあ、趣味を共有できる心の友を探すと、まあ、よくジャイアンが言ってるんで、まあ、最近娘がドラえもんをよく見てるんですけどね、まあ、ジャイアンがよく言うんですよね、心の友よっつってね、いつものび太をいじめてるんですけど、まあ、機嫌がいいとね心の友よっつってこうね、のび太っつって言ってるんですけどね、本当にジャイアンって都合がいいなといつも思ったりもするんですけど、まあ、それがまたね一つのなんかキャラクターとして愛されるというか、なんとも言えない味わい深いのを出してるんですけど、やっぱ人がこうやってこう楽しくやってる、人がこう楽しくやってることに対して、でやっぱ人ってなんか嬉しくなって投げ銭してしまうって気持ち、なんかわからないんでもないんですよね。でそれが収入につながるっていう、これが今の時代かなと思ってて、昔は絶対発生しなかったこの収入の仕組みなんですけど、もう趣味を共有できることによってなんか投げ銭、まあ、要はお金が収入につながる。そしたらこれって多分これやり始めたら、こう視聴者さんがもっと喜ぶことを考え出すと思うんですよ。これももっとこうやったら楽しいとか、ああやったら楽しいなっていう、要はその、まあ、動画を見てくれてありがとうっていうね感覚だと思うんですけど、そしたらこれ人生の時間の使い方ってとても豊かになるんじゃないかなと思って、やっぱ自分自身を痛めつけるような時間の使い方じゃなくて、自分をもっとね人様のために時間を使っていくというか、まあ、表現していくというか、まあ、そういうことって非常になんかお金以上になんかより大切なものを手に入れれるんじゃないかなと思って、で自分が今やってるこの顔出しなし90秒動画、今夜晩ご飯はただっていう、これ90秒で100万稼ぐってコーナーちょっと映ってなかったですね、本当は映すつもりだったんですけど失敗しちゃったんですけど、まあ、90秒で100万稼ぐっていうコーナーもやってるんですけど、まあ、そういう意味でね今夜の晩ご飯はただにしちゃおうっていうね、100万稼ぐんですけどね、その目の前の一歩としてっていうことをやり続けてるんですけど、これも実際自分が収益報告っていうコーナーなんですよね。久保さんに相談させていただいて、まあ、挫折したんだけど一度は、でも復活させたコーナーをやってるんですけど、まあ、ここからね問い合わせが入ったんですよ、問い合わせが、うん、いやこれはねやっぱ喜びはひとしおでしたよね。自分がこんなことやっても意味ないんじゃないかっていう、この意味ないしですね、意味ないんじゃないかっていうところに自分で、まあ、意味付けをしっかりして、そしてもう一回やろうと思ってやったところですから、でどういうふうに問い合わせが入ったかっていうと、まあ、ここですね、まあ、より具体的な話をしている人の方が好感を持てますと言われて、ね、よくやっぱり普通の人は結構ぼかすというか、まあ、大きな話をしたりして
具体的な数字って出してないかなとは思ってたんですよね。だからこそそれを真面目にコツコツ発信する大切さっていうのを見てくれた人がもしかしたら声かけてくれたり、何か自分の、まあ、YouTube の塾ですね、 YouTube の塾にこう入りたいって言ってくれる人がいるんじゃなかろうかと思ったりしてたところがあったんで、まあ、そこがね、あ、ちゃんと視聴者の意見として、まあ、こういうところをしっかりと自分の気持ちと、そして視聴者さんの気持ち、ここはしっかりクロスした瞬間だったなと思って、まあ、自分よがりだけじゃダメだし、人様にずっとのことばっかりだけでもダメだと思うんですよ。まあそれでもいいと思うんですけど、まあ、そこはうまくクロスしたなとは思っていて、まあ、だからこそこの真面目にコツコツする発信する大切さのことにより気づいて、より続けていかなきゃなっていう、まあ、責任性じゃないですけど、なんかこう一つ芽生えた気がするんですよね。だから潜在的に人が自分のチャンネルを、視聴者さんが自分のチャンネルを見ているからこそ、何か一つその見ていただいた時間に対してきっかけを与えるところまでやり続けるみたいな、まあ、そういうところって大事なのかなと思ったんですよね。まあ、楽しいことをやるのもよしと思うんですよ。沼落ちというイメージで本当に好きなことにドハマりして、それを YouTube で表現していく、まあ、それとは別に、まあ、真面目に、ただ真面目にね、続けるっていうのを、まあ、YouTube でね表現することによって、まあ、一人の世界だったのが大きく世界へとつながっていくと、これはなんていうの、一人の世界からもっと広がるみたいなね、いうイメージなんですけど、今まで YouTube で視聴しているだけの世界だとそこで終わっちゃうんですけど、この発信していく世界ですね、発信していく世界へこうやっていくことによって、本当に大きな世界がね、一人だけじゃない世界が広がっていくんじゃないかなと思ったりしますね。はい。そして、久保さんとのズームライブ、とうとう決まりましたね。開催すること決まりました。来週、あれ、再来週ですかね。日付に直すと。まあ、11月29日、11月末ですね。11月29日の月末火曜日にですね、またズームライブさせていただきます。まあ、テーマとしてはこの稼ぐための YouTube 講座っていうね、まあ、いろんなネタ、いろんなところから切り口からまたお話しさせていただければいいんじゃないかなと思って、やっぱ Zoom でね、そうやってこういう機会をいただくっていうのも自分も本当に嬉しいことですし、まあ、幸せなことですよね。自分一人でライブしてたのがこうやって同じライブなんだけど、どんどん人とつながれるようになったっていうのはやっぱり久保さんのおかげでもですし、そしてこの沼落ちした世界ですね沼落ちした世界からでもお金に変えていけるんだっていうところっていうのは、やっぱりそこが分かればなんか YouTube やってもいいんじゃないかって思ったりするんですよね。この趣味の世界にドハマりするぐらいならね、それをそのドハマってる状態自体をで稼いでいくっていう、その時間を切り売りする働き方しかできてないっていうのも、これはお問い合わせしていただいた方からの表現なんですけど、これしかできてないと。でも今 YouTube を使えば時間を増幅するですよね、時間を増幅する、増やしていくっていう、リアルではとてもできないし、現実世界ではとても絶対に起きないことが YouTube では実現できるし、それこそが新時代の稼ぎ方なんじゃないかなと思いますので、まあ、これは最後のスライドなんですけど、そういうことができる YouTube を少しでも親しんでいくというか、携わっていくことによって何か変わっていくんじゃないかなと、自分の人生がより切り開いていけるんじゃないかなと
思ったんですね。本当にドハマりしたっていいじゃないと、それをねお金に換えればいいじゃないということで、ズームライブですね、クマさんとやらせていただきますのでね、また月末を楽しみにして、まあ、狂気になる男を楽しんでいただければいいのかなと考えております。はい、ということで、一人から広がる世界への YouTube で、ね、YouTube 世界みたいな感じで、今回気になる男第134話終わろうかと思います。久保さん、第135話ですね、よろしくお願いします。自分の中では134話というね、新しい世界に、切り込みましたので、もうここからもまたコツコツ続けていく次第でございます。ここまでご視聴ありがとうございました。そして久保さん、次回もよろしくお願いいたします。